僕にとって本田健さんは非常に頼れれる兄気分でであり僕の人人生を変えてくれた人なんですね2000年か2001年ぐらいの時に、まあ、健さんがしゃべることが非常に面白くてなんでこの人は当時30全般でお金や人のことがこんなにわかるんだとどうにかしてこの人のカバン持ちできないかなこの人の会社に潜り込めないかなと思って。 まあ当時僕はインターネット上でたくさんのマーケティングを手掛けてたので、健さんの活動をネットであの応援できますよっていうふうにプレゼンしに行ったんですね。そしたら気持ちよく迎え入れてくれて、じゃあこうちゃん僕のオフィスで働いてくれる。ってところが一ヶ月間仕事させてくれないんですね。あの僕がホームページさあ作るぞってやると、おいしいスパゲッティ屋さんに行こうよとか、昨日見た映画が面白くてねって言一ヶ月間仕事させてくれないんです。で一ヶ月経ったところで。 こうちゃんそろそろホームページ作ってよって,言ってなんで一ヶ月間仕事をさせなかったかっていうと君はホームページを作れても作れなくてもネットのことが分かっても分からなくてもここにいていいんだってことを分かってほしくて一ヶ月間仕事をさせなかったんだって言うんですねもうそれを聞いて僕は本当にびっくりしても僕は何かが才能があるからここに入れるんだとかもしこの才能がなくなったら居場所がなくなるんじゃないのかっていう まあそのプライドであったり恐怖心であったり変にこう天狗になってる部分とかいろいろあったんですけど健さんのおかげで優しくその天狗のね花を折ってもらった感じでまあそれが2000年ですので考えたらもう20年もう僕の人生の半分ぐらい関わってくれてまあ今のすごく自分の生き方に非常に大きな影響を与えてくれた恩人の一人です。